ロシア帝国の崩壊、加速化を象徴するアゼルバイジャンの対アルメニア軍事作戦、ナゴルノカラバフ衝突の背景。9月19日、アゼルバイジャン軍は隣国アルメニアとの間で係争となっているナゴルノカラバフで対テロ作戦と称する軍事作戦を行った。200人もの死者が出たが、アルメニア側は武装解除などを受け入れ、翌20日には停戦が成立した。この問題の背景と今後の展開について解説する。旧ソビエト連邦の民族問題。1917年のロシア革命で成立したポリシェビキ政権は、レーニン、そしてスターリンによる支配を通じて広大なソビエト連邦を作り上げた。広大な領土に多数の民族を抱えるこの大帝国は、スターリンの強力な独裁政治家で民族の集団移転など弾圧を繰り返してきた。しかしスターリンの強権支配が終わると、帝国の各地で民族紛争や民族独立の動きが顕在化してきた。1985年に政権に就いたゴルバチョフのペレストロイカをきっかけに、1991年にソ連邦は解体したが、実はそれを準備したのも民族問題だったのである。フランスのロシア専門家エレーヌ・カレール・ダンコースは、1978年に崩壊した帝国でそのことを予見していた。多くの民族を抱える帝政ロシア、そして後のソ連邦、さらには今日のロシア連邦にとっても、民族問題は政権の命運を決するくらいに重要な問題であったし、あり続けている。今、プーチンが試みているのは、崩壊した帝国の再建である。プーチンは2000年にはチェチェンで、2008年にはグルジア、現ジョージアで、2014年にはクリミアで、崩壊した帝国を修復する戦いに成功している。2022年のウクライナ侵攻もその一環であり、ウクライナもロシアの為政者にとっては永遠の試練、民族問題なのである。さて、ソ連では1980年代後半にペレストロイカの波に乗って民族問題が一気に噴出した。アゼルバイジャンとアルメニアの紛争もそうである。アゼルバイジャン共和国の中にありながら、自治州ナゴルノカラバフではアルメニア人が人口の多数を占めている。そのためアルメニア人はアルメニアへの編入を求めて、1988年12月にアゼルバイジャンとの間で紛争が起こった。第一次ナゴルノカラバフ紛争である。1990年1月にはアルメニア人の村がアゼルバイジャン人に襲撃され、多くの犠牲者を出し、3万人のアルメニア人が避難した。この時はソ連軍がバクーに派遣されて暴動を鎮圧した。1991年9月にはアルメニア系住民がアゼルバイジャンからの独立を宣言し、紛争が激化した。12月にはソ連邦が解体し、アゼルバイジャンとアルメニアは独立国となったが、その後も紛争は継続し、1992年1月にはナゴルノカラバフ自治州はアルツァフ共和国として公式に独立宣言した。この紛争は1994年9月にはアルメニア側の勝利で停戦した。2020年9月アゼルバイジャンはバクーの油田によって富を蓄積して、軍事力も強化し大攻勢をかけ、11月には支配権を奪還した。第二次ナゴルノカラバフ紛争。同じイスラム教徒で民族的にも近いトルコがアゼルバイジャンを支援している。一方アルメニアはキリスト教、ロシア正教系であり、ロシアに支援されている。第一次世界大戦中にアルメニア人はトルコに大量虐殺されており、トルコとは犬猿の仲である。ロシアはウクライナ戦争で暴殺。2020年の紛争の時もロシアは介入せず、今回もそうであり、それがアゼルバイジャンの勝利につながった。ロシアは平和維持部隊を駐留させているが、ウクライナ戦争で暴殺されており、実際には傍観状態であった。これは旧ソ連地域に対するロシアの影響力の低下を物語っており、チェチェン、グルジア、クリミアと続いてきたプーチンの成功物語もウクライナ侵攻で終わりを告げつつあるようである。それを象徴する出来事が今回のナゴルノカラバフにおける同盟国アルメニアの敗退である。アゼルバイジャンのイルハム・アリエフ大統領は20日、
国民に向けたテレビ演説で主権を回復したと勝利宣言を行った。一方、敗北したアルメニアのニコル・パシニャン首相は、ナゴルノ・カラバフに住むアルメニア人は民族浄化の危機に直面しているとして、アゼルバイジャンのみならずロシアの平和維持部隊の無策も非難した。ロシアはアゼルバイジャンを支援するトルコとの関係が悪化することを危惧して介入を躊躇したようである。これもトルコが大きな影響を及ぼすウクライナ戦争が背景にある。実際、アゼルバイジャンが軍事行動を起こしたのは以上のようなロシアの窮状を念頭に置いた上でのことであった。コーカサス地方は多くの民族が混在する地域で、同じ土地を民族同士で奪い合うという民族紛争が頻発してきた。それだけに民族浄化という悲劇も生まれる。一つの民族が他の民族を虐殺する、追い出すといった民族浄化は、ユーゴスラビア解体過程でボスニア、フェルツェゴビナなどでその悲惨さを我々は見てきた。アルメニアはそれが再現される危機にナゴロノカラバフも直面していると危惧しているのである。アルメニアの首都エレバンでは敗北の責任を問い、パシニャン首相の辞任を求める抗議デモが起こっている。ナゴルノカラバフから約5000人のアルメニア人がすでにアルメニアに逃亡してきている。迫害を恐れてのことである。12万人のアルメニア系住民が移住することになれば、人口280万人のアルメニアにとっては住居の確保をはじめ受け入れが重荷である。ロシア軍将校8人死亡か、ウクライナが臨時司令部を攻撃。ウクライナメディアウクラインスカプラウダは26日、ウクライナ保安局の当局者の話として、南部ヘルソン州を占拠するロシア軍の臨時司令部を高機動ロケット砲システムハイマースで砲撃し、将校8人が死亡したと報じた。攻撃の際には毎日開催される会議が行われていたという。ヘルソン州では25日、ロシア軍の砲撃があり、州知事は教育施設や市場が被害を受け、少なくとも6人が死亡、10人が負傷したと明らかにした。地元メディアによると、南部オデッサ州やミコライウ州で26日に無人機攻撃があり、港湾施設などが破壊された。負傷者も出ている。